今日から溶接動画の方をアップしていこうと思いますので、よろしくお願いします。今回の溶接方法なんですが、一層で裏波から仕上げまでを完成させれる一層仕上げという方法を紹介していきます。一層仕上げのメリットとしましては、何倍も溶接スピードが速いということと、歪みが少なく溶接できるということです。それで今回使用するパイプは 80A のステンレスのパイプと 25A のステンレスのパイプです。で、貝先の方は写真である通り軽く糸目を取っただけの状態でやっていきます。今回棒の方は 1.6mm の棒を使用して反復で切りながら溶接していきます。これから紹介していく溶接動画なんですが、まずはじめに後から棒を入れていく方法、次に先に棒を入れる方法、次に棒をつけたままの状態で裏波を出していく方法を紹介していきます。で、その後に 25A のパイプの一層仕上げの動画を流します。 25A 以下の昇降系配管は溶接方法が少し変わってくるので、よかったら最後まで視聴してみてください。それでは動画を見ながら一層仕上げのやり方について解説していきます。まずアークを出しプールを作ります。ここでしばらく待つとプールが揺れ始めへこんできます。ここでプールがパイプの面よりもへこむのが確認できたら、裏波が出ている証拠なので棒をヨモリがパイプの面よりも高くなるところまでしっかり送ります。それができたらスイッチを押して次に進んでいきます。この時にどれくらい進行してスタートするかというと、溶接してできたビードの真ん中を目安にするといいです。はい、なのでまとめると、アークを出してプールが揺れ始めへこんだ時にヨモリがある程度高くなるまで棒を送ってあげるというのを繰り返していくということです。ここで一層仕上げの注意点なんですが、プールがへこんでいるにもかかわらず炙り続けると、裏波が出すぎて棒を送ってもヨモリが膨らまなかったり、パイプに穴が開いてしまったりします。で、今流れている動画では棒を先に入れてヨモリを軽く膨らまして、ヨモリが軽くへこんできたなと思ったら進行していくやり方です。棒先入れのメリットなんですが、後入れよりもビードが光りやすいところです。ですが、人によってやりやすいやり方などは変わってきますので、プールのへこみが確認しやすいなと思う方法でやってみてください。それで進行の仕方ですが、最初の動画のようにストレートで進んでいくやり方と、今の動画のようにローリングで進んでいくやり方があります。慣れるまではローリングで進むやり方の方が進み具合が安定しやすいと思います。次に溶接棒をつけたままの溶接方法を紹介していきます。これの場合でも最初のスタートでは先ほどのと同じようにプールが揺れ始めてへこむのを待ってからスタートしてください。このやり方では棒をつけたままの状態でプールがへこんできた時にヨモリがある程度膨らむまで棒を送るというのを繰り返すだけです。このやり方でのメリットは、棒が常に提供された状態ですので、少し炙りすぎたとしても穴が開きづらいです。全てにおいて言えるのは、どのやり方の場合でもプールが軽くへこむのを必ず待たないといけません。全くへこんでいないのに進んでいくと裏波は出ていない状態になりますので注意してください。こちらが棒を後入れした方のビード外観です。ちなみに棒をつけたままの溶接方法も同じような見た目になりますので、写真の方は割愛させていただきます。ちなみに今回の動画ではタングステの長さは4ミリぐらい出した状態で溶接を行いました。一層仕上げに限らずなんですが、裏波を出す溶接をする際はタングステンの長さは短めが個人的にはやりやすいです。はい、次にこちらが棒を先に入れたやり方のビード外観です。やはり焼けが少ないので少し光ってます。こちらが今回の 80A のパイプの裏波です。なお、どのやり方でもプールのへこませ具合で裏波の出具合は決まります。ちなみにこの写真の裏波は棒を後入れしていたやり方の動画の裏波です。一層仕上げをするとどうしても黒くなりがちなんですが、3洗いの方をするとこれぐらいの色にちゃんとなりますので、ある程度綺麗になると思います。
の写真のようにプールの真ん中の方を狙って進行していくと、こんな感じである程度ピッチの揃った鱗のビードがつけれます。はい、次はサスの 25A のパイプをやっていきます。電流は130で板厚が 3mm です。先ほどはトーチのセラミック部分をパイプに固定して溶接をしていたのですが、 25A 以下の小さい昇降系配管の場合はこのように浮かしてやることが僕は多いです。この動画では棒は先入れの溶接方法でやっています。 25A 以下の配管を浮かしてやる理由などはこの後に説明しますのでよろしくお願いします。昇降系配管の方も裏波の出し方自体は 80A などとどの系でも同じなので、同じようなやり方でやっていってください。それではしばらく溶接の方を見ていきましょう。はい、溶接動画は以上になります。こちらが 25A のパイプの溶接した後の写真です。やはりピッチの方が安定していますと、ビードが焼けていたとしても綺麗に見えるので、このやり方でやってみてください。こちらが 25A のパイプの溶接後の裏波です。パイプの内面に少しバリなどがついていたので少し黒くなっていますが、ご了承ください。はい、それでは昇降系配管の時になぜ浮かして溶接していたかを解説していきます。まず写真のようにトーチをパイプに固定してしまいますと、昇降系配管の場合はプールの先までガスが当たりにくいのでプールが酸化しやすいからです。よく 25A 以下の小さいパイプの溶接が難しいですと言われますが、だいたいガスが当たっていなく酸化してしまい失敗している人が多いです。絵が下手なので分かりづらいですが、こんな感じでプールの先端にガスが当たらず酸化してしまいます。なのでこういった形でパイプに対してトーチを垂直に持って浮かして溶接をすると、ガスがしっかりプールに当たるので酸化せずにスムーズに溶接を行うことができます。次回はルート間隔の方を 4mm 程度隙間を空けて2層仕上げで溶接をしていく動画を上げていきたいと思います。もしこうやれば綺麗に溶接動画が撮れるよという方法などがありましたら教えていただけると嬉しいです。はい、それではここまでご視聴の方ありがとうございました。今回の動画を見て質問などがありましたらコメント欄の方にお書きしてくれれば返信の方をしたいと思います。これからこういった動画を上げてほしいなどの要望などもありましたら参考にしたいと思いますのでよろしくお願いします。分かりづらい点などもあったと思いますが、ここまでご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。